ペトラちゃんは見た。私の名前はカリン。ツツジという中学生の娘がいるのだが、最近イライラしているようで様子がおかしい。どうしたの？なんかあった？なんでもない。って、明らかに変じゃない。どうしても言いたくないようで、聞かれても絶対に答えてくれなかった。あ、そういえば、最近アカネちゃんの名前聞かないな。アカネちゃんはツツジと同じクラスの子で、二人はとても仲が良かった。日頃からツツジの口からも、よくアカネちゃんの名前が出ていたのだが、喧嘩でもしたのかな？でも言いたくないみたいだし、そっとしておくしかないか。そのうちケロッとして話してくるかもしれないし。うん、そうしよう。そう思っていたのだが、ある日。お母さん、ちょっと相談があるんだけど。ん？どうしたの？実は、あかねのことなんだけど。そうして話し始めたのはあかねちゃんの現状だった。少し前からあかねが SNS にハマってるんだけど、最近変なことするようになって。変なこと？見せてもらった SNS の内容は、喫煙、飲酒している時の写真をアップしており、最新の写真は少し服をはだけさせた感じの自撮り写真だった。これは良くないわね。うん、ママもやめなよって言ってたんだけど。しつこいな、ほっといてよって言われて、最近は無視されるようになっちゃって。ツツジ、教えてくれてありがとう。あとはお母さんが何とかするから、ちょっとスマホ預けてくれる？うん、ありがとう、お母さん。私はすぐに、あかねちゃんのお母さんであるゆりさんに連絡した。あ、ゆりさん、私、かりんだけど。かりんさん、どうしたの？うん。え？実は、事情を聞いたゆりさんは言葉を失っていたが。わかった。あかねに聞いてみるし、夫にも話してみる。教えてくれてありがとう。ツツジちゃんにもお礼言っておいて。ツツジ、あかねちゃんのお母さんに連絡しておいたよ。教えてくれてありがとうって。よかった。ずっと悩んでたのね。気づいてあげられなくてごめん。うん、最初はもう知らないって思ってたんだけど、このまま行ったら絶対に取り返しがつかないことになると思って。ありがとう、お母さん。そしてその日の夜。もしかしてゆりさんかな。もしもし。夜分に申し訳ございません。私、あかねの父親の赤松と申しますが。あかねちゃんのお父さん。娘のことを教えていただきありがとうございました。そのツツジさんにもう少し詳しい事情をお聞きしたいのですが。ああ、なるほど。少々お待ちください。ツツジ、あかねちゃんのお父さんから詳しく話を聞きたいって。出られる？わかった。もしもし。はい、そうです。何度も注意してたんですが、最近は無視されるようになってしまって。はい、はい。え、すみません。ん？なんで謝ってるの？変わって。はい、すみませんでした。だいたいね、最初の喫煙、飲酒から普通は私たちに相談するだろう。どうしたらこんな服をはだけたような写真をあげることもなかっただろうに。どうせ茜のこと軽く考えてたんだろう。なんで娘を説教してるんですか？あれ、カリンさん。二度とかけてこないでください。ツツジ、気にすることないからね。でも、お母さんが保証する。ツツジは何も悪くない。お母さん。よしよし。とは言ったものの、やはりショックだったのか、その後ツツジはずっと落ち込んでいた。行ってらっしゃい。行ってきます。時間が解決するしかないのかな。そう思っていたある日。はーい。あ、ゆりさん、あかねちゃん。急に来てごめん。ちょっといいかな。この間は夫の赤松が本当にごめんなさい。今、夫とは離婚する話になってるの。え？実は前から夫はあんな感じで、人のせいにしたり、人に嫌味や文句言ったり。あかねに話を聞いたら。お前本当にバカだよな。たまには面白いことでもしろよ。ま、どうせ何もできねえだろうけど。って言われたらしくて。それが今回のことにつながったってこと？うん、第二しかならない夫とは離婚することにしたの。あかねも賛同してくれたし。ツツジちゃん、
教えてくれてありがとうね。ツツジちゃんのおかげだよ。ツツジ、ツツジごめんね。私ツツジにひどいこと言ったのに。お金、いいの。取り返しのつかないことにならなくて本当によかった。こうしてツツジとアカネちゃんは仲直りすることができた。今では飲酒喫煙もせず健全な生活を送っているらしい。もともとお酒もタバコもやったふりだったんだって。なるほど。ゆりさんも離婚が成立してアカネちゃんと二人で仲良く暮らしているようだ。闇のない生活、幸せ。たまに4人で外食に行ったりもするのだが、その時に聞いた話では、そういえばこの間赤松から連絡があってね。お前らのせいで家が汚くなった。コンビニ弁当ばっかり太ってきた。会社での成績が悪くなった。だって面白かった。相変わらずだな。お父さん会社クビになりそうなんだって。え、なんでそんなこと知ってるの。お父さんが SNS で会社の備品転売したらいい金になったって自慢してて、それが同僚にバレてチクられたって。お父さんの SNS で見た。おい、転売のことバラしたの誰だよ。同僚の徳さか。部長に呼び出されたぞ。どうしてくれんだよ。これ見てんだろ。全く人のこと言えないじゃん。いや本当に離婚してよかった。心底そう思う私たちだった。ご視聴いただきありがとうございました。 SNS は一度発信したことはなかったことにするなんてできなくなりますから、気をつけなければいけません。良くないことは良くないことだと指摘してくれる友達って大切だと思います。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また SNS の取り扱いには気をつけようと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。